そのリスコが何のようなんだよ。はい、これ何これ、ペヤング、もっと激辛、もっと激辛、もっとマックスのペヤングを食べてね。俺今、リーをぶっ込んだリーのラーメンを食ったバカなんだけど。激辛といえばハイドニーだし、ハイドニーといえば激辛だからね。激辛の後に激辛を食べたら、激辛に感じるのか感じないのか、激辛なのかそうでないのか、リスコだよ。ヤング激辛食ってみたいと思います。激辛とかよりもね、今食ったから腹減ってないっていう。あー、中はそんな変わってる感じがしないな。火薬と激辛ソース、これがちょっと辛そうだね。これお湯入れてこないとね。じゃあお湯入れて3分経ったんでソースを入れていく。見た感じそんなに辛そうじゃないけどね。真っ赤っていうわけでもないし、普通の焼きそばみたい。ほら、全然辛そうじゃない。むしろ薄いっていうか、本当に辛いのかな。じゃあいただきます。あー、あのね、ソース自体は甘いっていうか、味としては甘さが来るんだけど、細かいピリピリ感が来る感じ。うん、でも舌先では甘みが来るよ。さっきリー食ったからかな。俺ね、甘く感じる。でもピリ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 する感じ、辛さに弱い人だったらこのピリピリ感がダメなのかな。でもね、さっきのね、リーのラーメンの方がスパイシーというか、ほろ苦い感じの香りがする辛さ。こっち側はね、甘めな感じ。線香花火みたいな感じだな、辛さが。細かいピリピリピリっていう感じ、がっつり来る感じではないな。普通のカップ焼きそばじゃ物足らない人はパンチがあっていいんじゃない。これはスパイシーとかじゃなくてピリピリ系。リーはね、スパイシー系、こっちはピリピリ系。こっちの方がガツンと来ないのね。ピリ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 ってちっちゃいピリピリなんだけど、ずっと食ってるとそのピリピリが徐々に徐々に大きくなってくるって感じ。ガツンと来ないけど、長く食べ続けてると会話会話ってなってくるタイプだね。これは最初口に入れてうっからんじゃなくて、最初はなんてことないんだけど、食ってるうちにだん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 、うわー辛いわーってちょっとずつなってくるタイプ。だんだん来るね、結構。結構来る、辛みが。最初は大したことないと思ってたけど、食べ続けてると辛いのが得意な俺でも辛いなって感じになってきた。辛いのが苦手な人は最後まで食べれないと思う、これは。でも最初はね、お、いけんじゃんって思うと思うよ、これは。最初はなんてことないじゃんって思うと思う。食べてると辛みがだんだん加算されてくる感じだね。食った！割とね、辛かったですわ。ちょっとね、俺ね、甘く見てたけど、今も口の中がふわーってなってる。ふわーって熱くなってるわー。痛熱い感じ。リスコはハムスターだけど、リスに似てるからリスコって言うんだよ。前の動画でも聞いたし、あと俺の焼きそばと関係ないし、それ。また激辛の何かを持ってくるから食べてね。いや、もういいわ。俺別に激辛好きとか言ってないからね、一言も。リスコだよ。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。